はい、では行きます。どうぞ。こちらリアルスタイルというプロテインメーカー奈良に本社があるんですね。失礼しまーす。こんにちは。やっぱり社長もそうですね、一応ムキムキですね。鍛えてるんで、はい、プロテインは日々飲んでらっしゃる。そうですね、毎日飲んでますね。社員さんがムキムキばっかなんですか。そうですね、結構やっぱムキムキ率が高いですね。それでちょっとだけ力こぶしですけど、うわぁ、こんな太いんですか。うわなんか言葉失礼ですけど、変な会社。そうですね、洗濯板みたいなものを出してますけど。すごい。もうどれぐらいこうやって飲んでるんですか。いや、月に3キロぐらい飲んでます。月3キロ飲んでるんですか。はい、そういう言い方するんですね。なんか2日に行ってでもそういうのかなと思ったんですけど、3キロとか5キロ飲んでるとか。彼ぐらいの選手だったら5キロは大体飲んでますね。え、選手ってどんな結果なんですか。僕は去年、ボディービルの大阪の大会で、はい、優勝させてもらいました。じゃあもう体重別でいろいろあるんですけど、はい、体重別全部ひっくるめた中で彼全体のチャンピオンにもなってるんで。うわ、で彼もそうですね、彼も去年大阪の大会でまた別の大会なんですけど、はい、5位だったかな。はい、5位入賞して。でもどれぐらいもう飲んでるんですか。期間としては期間としては1年半ぐらいですかね。1年半で、はい、ちなみにどれぐらいプロテイン飲んでるんですか。僕は月に5キロぐらいですかね。行ってますね。結構飲んでますね。ハブですからちょっと今年ね、大会出るんだったらもっと絞ってるんであれなんですけど、この体も結構甘々なんですよね。これ甘々甘々ですね。すごいな。何よりもの宣伝ですね、これね。今ここで見えてもう周りの人見向きもせずにデスクに向かっているという、本当もう見慣れた光景。違和感もない。また動いてるじゃないですか。そんなんもう当たり前にできるんですね。当たり前にやってますね。で、ちょっとどこまで聞いていいかわかんないんですが、はい、お名前を聞いていいですか。板垣恵美と申します。板垣さんは普通の女性、普通って言うとなんか普通じゃないみたいですね。普通じゃないですか。板垣さんは、小池そんなムキムキっていうふうに見えませんよね。女子で考えると女性の体に力こぶしじゃないですね。今ちょっと横向きでね、見にくかったし、ウエストからお尻のね、くびれのラインがやっぱり、はい、女子の選手は、はあ、ですね。あ、ヒップラインがウエストから見せられるとこはないですか。あ、ないです、ごめんなさい。じゃあお写真か何かを見せていただいたらあれですかね。また後で。すみません。どれぐらいの成績なんですか。そうですね、この間大阪で大会があったんですけども、163センチ以下級で第3位でした。ちょっと聞きますが、やっぱこの体はプロテインなしではなかなか難しいですか。無理ですね、プロテインがないと。プロテインないとやっぱ無理ですか。はい、もうそう思いますね。はい、はあ、いや、でもそうなんですよ、社長、プロテインっていうこのイメージじゃないですか。そうですね、もうムキムキのイメージありますね。プロテインっていうとこのイメージなんですけど、最近変わってきてると聞きました。そうですね、女性の方とか年配の方にもやっぱりこの食事、栄養として取られるケースが非常に増えてきましたね。いろいろ詳しく今日は教えてください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、いろいろ並んでますけど、こんな種類あるんですか。で、最終の人たちはもう20種類以上、ここにあるもの以外でも20種類以上あります。この辺は実は僕も見たことあるんですけど、最近だと味本当ありますよね。じゃあね、ちょっと味のこと触れます。でも、そこですか、飲みます。はい、いきますね。はい、ずらっと並んでるんですが、こんな種類あるんですか。はい、かなりの数があります。こちらで何種類ぐらい。今もう20種類以上ありますね。はい、僕はインターネットとかでプロテインを見てるんですが、ほんと種類も多いですし、多いですね。あと味がいろんな種類ありますよね。本当にいろいろ出てますね。はい、ちょっと見るとこの辺の悟空とかね。はい、こういうパッケージも気になるんですけど、これミルキー、はい、藤田さんとコラボレーションさせていただいてまして、これあれ味がミルキーの、もうミルキーのまんまです。藤田さんの社長がお墨付きいただいた味で、実際藤田さんの練乳を使って作ってるので、本当にミルキーの味です。とか他にもこの辺もとかバナナ風味でしょ。
で、チョコレートとかは、そうですね、まあ、一番一般的ですよね。そうですね。でもね、こっちベリーベリーとか、はい、パッションフルーツとか美味しいんですよ。ほんと味の種類増えましたよね。酸っぱい系が結構美味しいですね。これは昔と違って何か技術的な革新があったとかなんですか？革新があったというよりも、多分そこまで開発をされるメーカーさんがなかったんだと思うんですよ。味は別に気にしないってことですか？気にしない。やっぱりもう昔はもう飲むのもトレーニングだと思ってらした方がほとんどだったんで。美味しくないのを飲むのも修行と。そうです。だけど、やっぱり私、この業界に入ってきて、このプロテイン、ビーレジェンドを開発するにあたって、やっぱりその、ものとしても、プロテインとしても伝説になりたいなと思って、やっぱ味をジュースのようにごくごく飲めるものにしたいなっていうことで、だいぶ工場は泣かせました。工場に苦労だいぶ大変してもらって。だったみたいですね。じゃあ今もうごくごく飲めるぐらい美味しいです。いや、もうめちゃくちゃ美味しいです。もうよかったら飲まれますか？ちょっとあるんで。せっかくですから、いいですか？じゃあ、はい、じゃあちょっとこのベリベリベリで一度作ってみますね。はい。あ、こんな感じです。粉自体は、こうやって白いんですね。そうですね。あの白い、なんですが、今水で飲んでるんですけれども、はい、昔は本当に牛乳でなきゃ飲めなかったんですけど、もう今は、はい、うちのは美味しいので、お水で。これでちょっとシェイクしますね。そう、昔のは水だと、なんか変な味、水っぽいのと、はい、あ、色が変わってきた。え、ベリーもピンクみたい。何これ、手品みたいですね。はい、はい、なかなか美味しいですよ。ベリーの、ベリーベリーベリーですね。ベリーベリーベリーですね。はい。ちょっといちごミルクっぽい色ですけどね。はい。泡立って白っぽくもなっているので。はい。不思議なもんで水で溶かすだけでピンクっぽくなるんですね。そうですね。へえ。じゃあ、いただきます。ぜひ。おいしい！ていうか、飲みやすい！プロテインらしくないでしょ。全然プロテインじゃない。あの、言われなかったらプロテインドリンクと思わないぐらい。おっしゃる通りなんですよ。よくね、お客様にお電話かかってきて、これ本当にプロテインですよねって、タンパク質入ってますよねって、やっぱりお問い合わせ来るんですよ。いや、入ってないっぽいですね、確かに。やっぱり私のコンセプトがジュースのようにごくごく飲めるなので、あのジュースのようにごくごく飲んでいただけると思うんですよ。ちゃんとベリーの酸味と、はい、でも甘みもあって、あの水で溶かしてますから、そのとろみはないですけど、そうですね、さっぱりして飲みやすい。さっぱりしてるけど、本当ジュースという感じで飲みやすい。やっぱりトレーニング後にあんまりとろみがあると、やっぱり口の中でこう気持ち悪くなっちゃうんで、ちょっとね、淡っぽくなりそうな感じありますよね、喉の。さらっと飲める方がいいと思うので、この柑橘系のこういうベリーとかはすごく人気があって。思ってた以上、全くプロテインっぽさがない。らしくないですよね。美味しい。あ、よかったらぜひ、あのミルキーもいかがですか？ミルキー味もあるんですね。はい。ぜひ。これも見た感じは同じ白いパウダーですね。この同じ白いパウダー。はい。全く色一緒です。そうですね。はい。これはね、色変わらないんですよ。やっぱりミルキーの色なんで。まあミルキーこの色ですね。もともとミルキーこの色なんですね。でも、ミルキーということは、本当に牛乳で割るのかなと思うんですけど、これも別にいいですよ。あの、牛乳で割ると甘くなりすぎます。あ、もうベースはやっぱり飲みやすいお水で、飲んでいただくっていうのが、うちのビールジェンドはベースになってますね。ぜひぜひ。はい。こちらも楽しみます。これは、もうそのままミルキー色ですね。はい、香りをちょっと嗅いでいただくと、あ、もうミルキー、ミルキーミルキーのまんまなんですよね。よく知ってるミルキーのそのままの香りがもう飴玉食べてる時の香りが、あ、もうこれか、もう飴舐めてるのと一緒ですね、今ね。いや、ほんとそんな感じ、ね、香りは。いただきます。もうまんまでしょ。ミルキーです。水なのに全然水っぽくない。そうですね、ちゃんとミルキーさがありますね。甘みがあって美味しい。おかりください。美味しいですね。ちゃんとミルキーだな。不思議ですね、牛乳で割ってないのに。そうですね、不思議なんですけど、ちょっと牛乳で割ったっぽいミルキーさがありますよ。その通りですね。ちょっとこうシェイクっぽくなってるというか、これはさっきのベリーベリーに比べてだいぶ甘いじゃないですか。そうですね、甘み強いです。これでも太んない。大丈夫です。あのカロリーはさっきのともうほぼほぼ同じぐらいです。不思議ですね。だいたいこのシェイカー1杯分ぐらいで、今4杯入れましたけど、それだいたい100キロカロリー程度なんで、まあおにぎり1個よりも少ないですよね。パンとかに比べたら全然いいってことですね。パンよりはパンのもう半分とか3分の1ぐらいですね。へぇ。非常に栄養価も高いのでいいと思います。うわ。
美味しい。あの普通は僕は運動の後にプロテインは飲むと、そうですね、そういうふうに聞いているんですが、はい、一番ベストのタイミングとかあるんですか。まあ、目的によって飲むタイミングっていうのは変わるんですけれども、やっぱりそのボディビルディングをしたいと、体を、まあ、マッチョになりたいとか、うん、筋肉質な体になりたいという人はもちろん運動後で、あとこのお子さんとかでスポーツされてるとかっていう場合なんかでもやっぱり運動後、何分以内とかあるんですか。ね、まあ、よくゴールデンタイムって言われるんですけど、運動直後30分がゴールデンタイムって言われてまして、運動直後に飲むっていうのが一番いいですね。じゃあ大きい筋肉を作りたい人は運動直後、はい、あと、まあ、その大きい体を作りたい人もそうですし、こう体のケアをメンテナンスをしたい方もそうなんですけど、やっぱり寝る前、就寝前というのも一つポイントですね。やっぱり寝るときっていうのは成長ホルモンが非常に強く出るので、うん、まあ、よく寝る子は育つって言うじゃないですか、はい、もうあれそのままで、やっぱり寝るときっていうのが成長ホルモンがたくさん出るので、やっぱり回復するときに材料があってで、回復してくれるとそれだけ体になってくれるので、そういった意味では寝る前っていうのもすごくいいですね。1日何回ぐらい飲むもんなんですか。飲んでいいんですか。結構、体重に比例するんですよ。体重が重い人はある程度飲んでもらってもいいですし、軽い子供さんなんかだったら分量少なくなるんですけれども、まあ、大体1日3回ぐらいに分けて朝起きて、朝食前と寝る前と、あとトレーニング後、運動後、その3回ぐらい飲まれるのが、まあ、一番いい回数かなと思います。朝飯前飲むんですか。はい、朝飯前に、食事前、朝食前に飲んで朝食を取るっていうのが、やっぱり一日のバランスの中で朝食を多くして夕食を少なくするっていうのが、やっぱりこう体には非常に減量、ダイエットにも非常に向いた食事の取り方なので、うん、なんかその逆三角形、朝食が多くて夕食が少なくなっていくっていう食事のボリュームにされるのがいいと思います。食事前にタンパク質を取られると、他の大体普通食事、朝食取られるって言っても、うん、炭水化物がすごく多くて、うん、タンパク質ほとんど取れるケースが少ないので、朝は特にそうですよね。どうしても、まあ、目玉焼きであったりとか、まあ、こうハムエッグであったりとか、うん、まあ、トーストなんかだったら本当に炭水化物がほとんどなので、うん、そういった意味ではタンパク質を入れて朝食取るっていうのが本当に理想の、へー、お腹も膨れますし、だいぶ。なるほど。最近ね、プロテインの世界でも女性のお客様すごい増えてる。増えました。本当ですか。はい、もうだいぶ増えてますね。もう昔と比べると、もう本当もう何倍にも、もう3倍、4倍ぐらいの、増え方してるんじゃないかなっていう気がしますね。なんかジム行ってもプロテイン飲んでる方増えたな。増えましたね。本当にトレーニングした後、今まではこう学生さんであったりとか、ボディビルしてるような選手しか飲んでることなかったですけど、まあ、本当にもう、OL さんが、プロテインシェイクしながらトレーニング後に飲んでるっていうシーンをよく見るようになりましたね。これは商品が違うんですね。そうですね。今までお話ししたようなところっていうのは、まあ、どっちかというとボディメイクなんですけど、うん、このあたりは、女性向けに、まあ、作られた製品ですね。へえ。今まで飲んでいただいたのは、ホエープロテインって言って、牛のお乳からできた牛乳ベースなんですね。はい。で、あとは、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど、ソイプロテインって言って大豆を原料にしたものが、はい、大きくプロテインで2つあるんですけれども、うん、これはそのホエープロテインとソイプロテインをミックスしたものなんですね、はい、あとまあ女性に向けてこうコラーゲンであったりとかビタミン類であったりとかを足した、まあ、要は女性の美容に、特化したプロテイン。例えば減量したい、細くなりたいくて飲むプロテインっていうのもあるんですか。それ用に飲むというよりも結果的にそうなるっていうのは、さっき飲んでいただいたホエープロテインでも、まあ、さっきおっしゃ伝えた通り、飲むことで空腹感が紛れるので、まあ、痩せていくと思うんですよ。ですけど、まあ、我々が提唱しているのはもう何でもかんでも痩せればいいのかというと、そういうことじゃなくて、うん、健康に、痩せるというよりも、減量する。だからどっちかっていうと、細くなるというよりも締まるっていうイメージが強いですね。この辺はそういう締めることを目的としてるんですか。そういうことですね。ホエーというのは牛乳で、ソイというのは大豆なんですけれども、まあ、牛乳というのは動物性で、こっちはまあ植物性だというのが一つですね。で、植物性のソイの特徴としては、やっぱりこう大豆からできてますから、食物繊維によって消化吸収がゆっくりになると。はい、まあ、これがやっぱり一番の特徴だと思いますね。消化吸収がゆっくりだと、空腹感が、満腹感が長く続くっていうのがやっぱり一番大きいですね。あ、そうするとあんまり無駄な食事とか水質を取らずに取らなくて済むっていうことですね。両方入ってるんですね。抹茶風味とか
味もこれまた変わってるんですね。うちこれネーミング、味の美味しさとネーミングが結構。ね、小豆風味。へぇー。ミルクティー風味。はい、ほんといろんな味。でもこれも女性好きそうなのが多いわけですね。こっちはこっちは、まあ、こっちはホエイとソイのミックスなんですけど、うん、こっちはソイだけですね。味も違うもんですか？あ、でも若干違います。よかったら飲まれますか？いいですか？またそれじゃさっきのホエイと比べてまた雰囲気変わりますね。はい。これはヨーグルト風味。はい。この香りをちょっとしてもらうと、ふわっともうヨーグルトの雰囲気が。大豆、ソイなんて言われると余計飲みにくそうだなっていうイメージが。納豆の大豆ですからね。豆乳とかもちょっと癖あるじゃないですか。そうですね。どうでしょう。お、ヨーグルトの香り。いただきます。お、ホエイと比べるとやっぱりこう、このこってり感というか。ちょっとそのこってり、とろみ感があって、はい、で、豆乳の香り、お豆腐っぽい香りは後味でありますが、でも、ヨーグルトの最初甘みがちゃんとあって、ですね、飲みにくさは全然ない。これって、もうとっても美味しいですよ。で、今これちょっと飲んだだけでも、なんか飲んだ感もありますもんね。あ、そうなんですよ。やっぱり満腹感、あるので。結構これをまあ同じようにこの 200cc でこれだけ飲むと、もうやっぱり、もう結構ある程度の時間はお腹膨れてますね。一回これだけ飲むんですもんね。そうです、そうです。はい。もうちょっと飲んでいいですか？怖い。はい。やっぱりちょっとダマっぽさというかね。そうですね。で、それがその粉っぽさっていうのは、はい、出ますね。ありますけど。いやでも、もうこれでもいい匂いしてますもんね。ヨーグルトのちゃんと香り、甘みがあるから美味しい。豆乳みたいな感じで、やっぱりヨーグルトっぽさが出てて。美味しいですね。朝食前のプロテインをソイにするとか、あと寝る前のプロテインをソイにして、ゆっくり吸収させるとか、寝てる間は栄養摂取できないので、なんか運動と絶対組み合わせなものだと思ってましたけど、別に必ずしも運動しなくても、そうですね、満腹感を得るために飲むという飲み方もあるんですね。間食で小腹が減ったなっていう時にプロテイン飲むっていうのはもうすごくいいと思いますね。そうか、変にお菓子食べるとかよりは、こっちの体にいいわけですね。めちゃくちゃいいですもんね。今は、大きい筋肉のためだけじゃない飲み方してる女性多いわけですね。そうですね。やっぱりその、綺麗になりたいっていうのもありますし、やっぱりその、綺麗になりたいの延長で、まあ実は、プロテインっていうものは、筋肉の素材、筋肉を作るものだっていうふうに思われがちなんですけれども、うん、はい、タンパク質っていうのは、例えば爪であったり、皮膚であったり髪の毛であったり、これ全部タンパク質、まあ、人の体って骨も含め実はかなりほとんどがタンパク質なんですね。ほう。だからそのタンパク質を取るということは、例えば女性で捉えれば髪が例えばツヤツヤになるとか、うん、お肌が綺麗になるとか、あとまあこう爪が綺麗になるとか、そういった効果もあるので、結構飲まれてお肌調子いいっていう女性の方はすごく多いです。はあ、そうか、だからもう必ずしも運動と必ずセットではないですね。ないんですね。ムキムキになるためのものっていうわけではないですね。じゃあ運動あまり好きじゃないよとか、あまりそんなできる時間ね、忙しくてないよという方でも、うん、飲まれるといいと思います、ね、飲んでいいっていうことですか？はい、もうぜひぜひ。今聞いてるといいことずくめ で、 そうです、ね、メーカーさんだからそれはいいことしか言わないんじゃないかと思うんですけど、何か所注意はないんですか？やっぱりまあ、こういうプロテインも含めサプリメントなので、サプリメントっていうのは栄養補助食品なわけですから、あくまでも栄養を補助する食品なんですね。だからやっぱりあくまでもベースは口に入れて咀嚼して噛んで食べる食事っていうのがやっぱベースだと思うので、だからあくまでも食事をベースにするんですけど、ただまあさっきも言った通りタンパク質を取れてる人が少ないっていうことと、あとはまあお肉でそれだけ取れるかとか、卵でそれだけ取れるかっていったらなかなかハードルが高いので、やっぱり栄養補助する意味で、まあ、こういうプロテインをはじめサプリメントを使われるっていうのはいいんじゃないかなと思います。プロテインだけ飲んで、まあ、満腹感も感じるし、食事はあまり取らない、それはもうダメですね。やっぱりたまにお客様でもお問い合わせいただくんですよ。プロテインだけ飲んでればいいですかとか、まあ、たまにプロテインとビタミンミネラルのサプリメントだけ取ってればいいですか、うん、って聞かれるんですけど、もうそれはダメですってはっきり言ってるんですね。食事はやっぱり基本絶対に食事はしっかりとってもらって、まあもちろん減量でね、減らさざるを得ない方はちょっと別かもしれないですけれども、うん、だけど、ベースはあくまでも食事、口から食べる、咀嚼して食べるっていうことが一番で、うん、それはもうお子さんでも年配の方でも、トレーニングされてる方でも女性でもみんな一緒です。あくまでも食事がベースです。そうか、じゃあ、プロテインはムキムキの人
だけじゃないんですね。だけじゃないですね。もう本当にあの老若男女問わず、お子さんでも女性でも年配の方でも皆さんにこう体作りだけじゃなくて健康増進にもなりますし、美容綺麗になることもできますし、子供の成長にもつながりますし、本当に万能なものだと思います。それが今徐々に広がって、そうですね、気づいて、もしかして知って、みんなようやく広がってきた、飲む人が増えてきてる、はい、ちょっと今子供っていうね、はい、言葉もあって、はい、これですよね。あ、そうですね、ジュニアプロテインも、これも最近僕気になってて。あ、本当ですか。いろんなメーカー出してきてますよね。ありますね、はい、昔なかったですよね、子供用なんて。昔はなかったですね。でもまあまあまあ結構前からありますけど、それでもまあ本当昔はなかったですね。なかったですよね、はい、で最近ね、こういうものを見て、はい、うちの息子もスポーツしてるんで、はい、サッカー、ね、野球、はい、2人あの飲もうか飲まないか悩んでるんですよ。なるほど。で、子供も、結論が先聞きます、はい、子供も飲んだ方がいいんですか。飲んだ方がいいです。あの子供さんこそ足りてないケースが多いですね、プロテインが、タンパク質が。だって今までこんなの飲んでなかった、ないですよね、僕ら、はい、ちゃんと成長したじゃないですか、はいはいはい、そうですね。それなりに運動もしてきましたよ。そうですよね。じゃあなくてもね。ですけどね、やっぱりね、思うんですよ。例えば今野球サッカーされてるっておっしゃったじゃないですか、うん、スポーツお子さんがされてて、いや、うちもまあプロテイン売るようになってですね、いろんなサッカーチームや野球チームとタイアップしたり実際買っていただいたりしてる中で聞いてると、うん、もう分かりやすいです。やっぱりお父さんお母さんの中でもプロテイン推奨派と否定派がいるんですね、うん、あ、なるほど。でやっぱりそのチームの中で推奨派は飲むわけですよ、うん、でも否定派は飲まないわけですよ、うん、もう1年2年とこう追いかけてみると、肯定派で飲んでる選手たちは体がみんなでかくなってます。そんな違います。はい、子供用のプロテインっていうのは筋肉を大きくするってことなんですか。筋肉も大きくしますし、うん、まあ、先ほどお伝えしましたが、骨もタンパク質でできてるので、うん、だから骨も成長させますし、筋肉も成長させますし、当然筋肉の腱なんかも全部このタンパク質であったりコラーゲンであったり、そういったもの、まあ要はタンパク質なんですけれども、うん、できてるので、だから本当に全身、単純にこう、なんでしょう、背も伸びるってことですか。そう、背も伸びますね。あ、背も関わってるんですか。そうですね、プロテインって骨自体が、まあ、よく骨はカルシウムって思われがちなんですけれども、うん、やっぱりタンパク質でできてますから、そうなんですか。カルシウムも入ってますよ、もちろん、うん、カルシウム入ってるんですけど、やっぱりタンパク質も含まれてるので、だからタンパク質入れることでそれだけやっぱ骨自体が成長すると。まあジュニアはそういう意味ではカルシウムとかビタミン D とかビタミン D とか入れてあるんですけどね、ビタミン D やカルシウムを入れることで骨をさらにこう大きく強く成長させるっていう狙いと、であとタンパク質ですよね。はあ、ちゃんと成分も違うし、まあ、ジュニアプロテインたるゆえんですね。なるほど。子供もタンパク質自体も足りてないんですか。足りてないケースがほとんどですね。へえ。最近の子供さんはやっぱり食事が細い方がすごく多いので、なるほど、なかなか練習前とかにおにぎりとか食べても、まあ1個とかちょっとゼリーちょっと飲むだけとか、そういうケースが多いってよく聞くんですけど、まあ、そういった意味ではこういったプロテインをシェーカーに入れた状態で持っていって、まあ、お水入れてすぐこう飲むとすると、あ、まあ、栄養補給としては非常にいいのかなと。なるほど。そうか。いや、子供に飲ませるかどうか悩んでたんですけど、いや、おすすめです。もう絶対いいですよ。ちょっと心が決まりました。はいはい、なるほど。そうか、ね、成分もちゃんと違うんですね。はい、まあ、子供用もそうですけど、はい、お話聞いてるとプロテインいいことだらけじゃないですか。いや、そうなんですよね。なんか今、なんかそうですね、ちょっとメーカーの人に聞くと、いや、なんか本当かなみたいな、ね、ちょっとね、なりますね。全部受け入れていいのかなって思っちゃうんですけど、悪いところは何か、はい、というか、なんか注意事項とか、注意事項ですか。まあ、あえて言うと、何かここは何事もそうですけど、やりすぎはダメなので、あ、プロテインももちろん、まあ、私3キロ飲んでますし、スタッフも5キロとか飲んでますけど、月にだからそれぐらいだったらもう十分許容範囲だと思うんですけど、もうなんか毎月30キロ飲んでるとかそんなことになると、やっぱりそれこそさっきの肝臓腎臓の話でダメージを負う可能性あると思うので、なるほど、そんなことはしないでくださいねっていう。これでどれぐらい 量で言うと、これ1袋1キロですね。じゃあ月に一袋飲み切るぐらいは全然、うん、全然大丈夫、いいってことですか。一日一回です、大体これ一袋だったら一日一回で一ヶ月ぐらいです。へえ。いくらでしたっけ。これ大体3200円ですね。
これで3200円で、月3000円で、ね、こっちのもで3100円なんで、ね、3000円ぐらいですね。わかりました。そんなとこかな、もう全部聞いちゃったけど。